その語符をいきなり向けるのはおよしなさい。ずいぶんな悪知恵を授かってきたもんです。取って悔いはしませんよ。乗せるとうまい胡椒やソースがここにあったとしてもです。先生、質問してもよろしいでしょうか？もちろんです。無知な質問で煩わされるのが今の私の仕事だそうです。気にしないでどうぞ。あなたはガンメル先生に刺激されてここに？これはまた群を抜いてつまらない質問ですね。少しのマナで働くああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。私ほどの悪魔を自由に刺激できるのは世界に唯一、ソロモン王直筆の小さな鍵というグリモアのみ。それがあればあなたでも魔王になれるでしょう。何せどんな悪魔だろうと召喚できるのです。けれどもそれは私が所蔵しておりますから、誰も命の対価なしに私を使い走りにできません。ではガンメル先生が悪魔に魂を？契約には当然守秘義務も生じますので詳しくは言えませんが、まあお察しの通り。答えに満足しましたか？生徒リレブラン、その黒魔術のグリモアを持ちなさい。講義を始めましょう。特別恐ろしい魔法のね。ドラゴン、私みたいな見習いにあんな怪物が扱えるはずがありません。喋っている間にお手手にあるグリモアを開いて早くあいつらの卵を召喚してはいかがです？ドラゴンというやつは恐ろしいが、途中で卵を落としたりして割れば台無しです。ほら、話している間に私のドラゴンが今にも帰りそうです。かじられないように。さあ、私が相手よ。
私のドラゴンが来ましたよ。そうね。頑張って。Thank you.
しよう。
しかないのよ。やっぱりドラゴンが生まれたわ。ここはやっぱり攻めてきたの？
していますね、リレブラウン。よく考えて。よく考えて。グリマルキ、おいで。ここはやっぱり。地獄の外は久しぶりだ。ですね。地獄の外。
だ。ここまでとは。ここはやっぱり。本当に黒魔術は初めてですか。驚きましたね。まるでカルバトスのようだ。彼についていろいろ教えていただけませんか。あなたも聞いた通り、関わるなですから。そういえばあの男の弟子ライオン顔の先生は死の封印をどう考えているのですかね。シャルトリューズ先生が弟子？こんなとこかしら。誰だお前、ここで何してるんだ。ここはシャルトリューズ先生の部屋だぞ。そうか、時間が巻き戻って彼とまだ出会ってはいないんだった。ああ、お前マルガリタが言ってた新入生だろ。名前はリレだかリルだかだ。俺の名前はバティド・バランタインでしょ。へえ、会う前から俺に目をつけてるなんて。なんだよ、気でもあるのか。そんなわけないじゃない。あなたが覚えておけって言ったくせに。あなたこそどうして先生の部屋にいるの。俺は錬金術を専攻してるからな。先生の研究を微力ながらお手伝いしているのさ。バティド君、壊れた蒸留機の片付けを手伝ってもらえますか。おや、君は誰かな。先生、私は新入生のリレ・ブラウです。
これは失礼。聞いていますよ。何用かな？個人的に魔法使いカルバドスのことを調べてみようと思い立ちまして、噂で先生がお弟子だったと聞いたものですから、お話を聞けないかと伺いました。お前、出し抜けに失礼なやつだな。錬金術師が知識への欲求を否定はできませんね。そう、あの方は素晴らしい先生でしたよ。ガンメル先生、魔女ルジェと共に3人で賢者の石を作った話は有名でしょう。偉大な方でした。あの恐ろしい悪魔ギムレットと契約し魔王と名乗るまでは。最後はご存知の通り、先生をお二方に撃たれました。カルバドスの魂を封印しているそうですね。詳しいですね。契約切れでギムレットが彼の魂を狙っている。守る意味もあるのです。彼がまだ必要なのです。この塔に隠された賢者の石のある部屋は彼しか知らないのだから。あら、皆さんお揃いね。お邪魔でしたかしら。ああ、頃合いですね。奥の部屋で待っていなさい。キメラのせいで少し散らかってはいますが。バティド君、例の準備を。すみませんね、リレ君。仕事がありますので、続きはまた次の機会に。参考になりました。ありがとうございます。明日、先生の講義を受けてもよろしいですか？もちろんです。お待ちしていますよ。
Thank you.